はい、こんにちは。今回は油絵の具で人物画の制作をしていきたいと思います。まず最初に絵の具の紹介から行っていきます。こちらがチタニウムホワイトで、こちらが、イエローオーカーを使っています。イエローオーカーは、ホルベインのベルネシリーズとかっていう、イエローオーカーを使っています。こちら他のメーカーと違ってね、透明度があって、人物の肌色を表現するのには適した色かなと思います。こちらがバーミリオン赤です。で、紫にミネラルバイオレットとコバルトバイオレットを使っています。こちらは肌の影色とかにちょっと使えるかなと思います。で、同じく影色に使うのが、こちらテールベルトです。テールベルトはメーカーによってね、色味の差が非常に激しくて、僕個人はホルベインかウィンザー&ニュートンがおすすめです。で、こちら青、ほとんど使わないと思いますが一応出しておきます。ウルトラマリンで、グレーにバンダイクブラウンを使っています。バンダイクブラウンもね、茶色というよりはどちらかというとグレーっぽいような色味として使っています。それでは早速制作の方を始めていきたいと思います。まず最初にこの緑とホワイトを混ぜて、ちょっと影色にね、緑を刺しておきます。で、今回は1層目には油は全く使わないで描いてみようと思います。なんか最近僕昔はずっと油最初から使ってたんですけど、なくてもいいんじゃないかなと1層目はと思っていて、1層目はなんか最近の今年に入ってからなんですけど、作品は油をちょっと使わないで描くようにしています。これがどうなるか、実験結果が分かるのは20年後とかになるんじゃん思うんですけど、とりあえず油使わないでいいかなと思って始めてます。こんな感じでですね、影色になるところにちょっと緑を刺しておきます。で、昔から人間の肌色の影には緑を使っていました。油絵の具ができる前のテンペラ絵の具とかフレスコ画とかって言われているものなんですけど、こちらにはほとんどね、影色はこのテールベルトっていうグリーンが下地に入っています。西洋絵画の場合は。ホワイトとイエローオーカーとこのバーミリオンですね、これらを混ぜ合わせて肌色の色味を再現します。昔からね、肌色はオーカーとバーミリオンとホワイトの混色で作ってると言われてます。よくあるジョンブリアンとかっていう色が肌色として販売されてるんですけど、僕はねジョンブリアンはね全然肌色に使わないですね。ただ絶対使っちゃダメかっていうとそんなことはないと思います。で、ここも結構ざっくりとベタ塗りするような感じで塗っていっちゃいます。油絵の具っていうのは透明性が結構強いので、薄く伸ばしてあげるとですね、下書きの線が、この局面だとまだ全然こう残ってるので、デッサンのガイドラインが消えてなくならないと思います。
まあ、全体にベタ塗りしたらば徐々に、赤みとか黄色みを少しずつ色を差しながら様子を見ていきます。強かったなと思ってもこう画面上で油絵の具って動きますんで、叩いてぼかしたりとかするとこうちょうどいい塩梅にコントロールしていくことができると思います。例えばね、この真っ赤っかをベタッと乗せて、あ強いなと思ってもこれをちょっとねこう叩いてなじませてあげるといくらでも動いてくれるんで、まあこんな感じで画面上でこう絵の具をなんていうのかな、こねくり回していくっていう感じですかね。でこの画面上で動くっていうことを可塑性と言ったりします。塑造の塑、あの彫刻の粘土のことを言うんですけど、粘土ってこうぐにゃぐにゃ動かせると思うんですが、まあ、油絵の具もその画面上でこういろいろ混ぜたり縁取ったり動かせるっていうことをですね、可塑性という言い方をしたりします。
回の動画はここまでとなります。まだね、作品自体は完成ではないんですが、あの表情の描き込みと髪の毛の描写についてまた別の動画で時間をかけてじっくり紹介していきたいと思います。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも頑張って動画投稿していきますので、どうぞよろしくお願いします。